海外の話でさ、まあ、身振り手振りで、まあ、会話してたんですわ。で、まあ、ストアみたいなところがあってさ、で、まあ、その地域独特かもしれないんだけど、犬をよく放し飼いにするんですよね。で、まあ、いつも、まあ、看板系みたいなやつがいるんですわ。でさ、まあ、会話しててさ、まあ、これ This is one、で、これお菓子これって言った最中に、右の端っこの方でなんか見えてんなって思ったら、で、交尾始めてさ、で、そのことをさ、伝えていいものか分かんないんだけどさ、身振り手振りじゃ限界があるんですよね。そのさ、親指人差し指をさ、輪っかにしてさ、人差し指をぶち込むようなエモーションしてもマジで頭おかしいじゃないですか。だから伝えることできなくて、なんとか身振り手振りで伝えようと思ったんだけど、ディスディスで指さしても全然見てくんないですよね。だから、ボディーランゲージにも限界があるっていう話をね、させていただきました。お礼の二の舞にならないように、英語は覚えて帰りましょうね。英語で言うとセクハラにならんか？いや、軒先でやって、なんか、してるのをさ、なんか伝えた方がいいかなって思ったわけよ。あのね。いやー、その、伝えなきゃいけないやんごとだけ事情があったんです、それに関してはね。そう。まあ、詳しく言うと生主に言わないんですけど。だから、でもそれを伝える術がなかったんですよね。伏見少年が純粋ってのもあったんですけどね。This is 発情版アモンアモンルクルクバーカーすぎるだろう。だから交尾は昔から造形があるんだよ。亀の交尾行ったり犬の交尾言うたり。ちなみにそのオス犬はね、いろんな犬と交尾してた。プレイボーイだったみたいですね。だからよ、どっかでさ、お子さんが生まれるとさ、そいつの色が絶対あるんだよね。すごいよな。絶対あんの。そいつの色が。本当に。地域柄すごいですよね。そいつの血統がずっと無限に生え続けるんだよね。